気象汚染の市木さんに来てもらいましたが、はい、あの大雨の場所も、ね、どんどん変わってきてますよねそうですね低気圧が動きに伴いまして西から東へと大雨のエリアが移ってきています、はい、この時間までの24時間に降った雨の量をまとめています赤い柱のところが200ミリ以上そしてオレンジのところが100ミリ以上となっています道内も満んなく100ミリ以上降っているというところが多くなっています 特に一番多いのが今金では226ミリ。これは年間を通して今金では観測史上一番の大雨となっています。そして上り別、道内の中でも雨が多いと言われています。上り別でも213ミリ、8月1月分に降る雨のおよそ7割の量がこの24時間に降っています。さらに札幌でも大雨となりました。100ミリを超える大雨となっているんです。 ではこのような大雨となった原因を天気図で見ていただきたいと思います。こちらは今日の午前9時の天気図になります。北海道付なんですが、前線を伴った低気圧が通過中でした。この低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込みましたので、雨雲がより発達しまして非常に大気の状態が不安定となりました。 ではこの後どのように変化をしていくのか明日の予想天気図を見ていただきますと明日になりますと前線を伴った低気圧東へと離れていきます代わって高気圧が北海道付近を覆ってきますので今度は晴れの天気さらに前線は南へと下がっていきますので割合カラッとした空気へと明日は変わっていきそうです ただこの後もまだ雨の降るというところがありますので雨と風の予想を続けてみていただきます、はい、画面こちらはこの後午後5時の予想になりますまだ低気圧が通過中です風が強いところそして雨雲が内陸を中心にかかっていますでは時間を進めていきます今夜はまだ海沿いを中心に風の強い状態そして東北を中心にまだ所々雨雲がありそうです ただ、日付が変わりますと、低気圧はどんどん離れていきますので、天気は回復傾向、あすの朝になりますと、雨雲もほぼなくなりまして、風も一部で強いほか、弱いというところが多くなってていきます。そししこの後雨の後、雨降る量を確認していきます。 ここのの後ななんですすがが東北方面が中心の雨とということになります青い濃いところでも20ミリくらい、量としてはそれほど多いものではありませんが、これまでの量で少しの雨でも土砂災害が起こる危険性というのが高くなっていますので。はい 十分な注意警戒をしていただきたいと思いますこれからまたね暗くなってくるんでね、はい、はい。そのあたりも注意も必要になりますよねそうなんですよねではさらに注意点をまとめてみました、はい、3つの項目に分けていますまず山や崖なんですが地盤は緩んでいるところも多くなっていますのでしばらくは近づかないようにしてください、うん、そして川なんですが濁っていたり水位が高く流れも速くなっています、はい、近づかないようにしてくださいあと短 近なところで言いますと低い土地の冠水というところが多くの場所で見受けられます車ですと水深10センチでももうブレーキが効きにくくなるということが言われていますので道を選ぶようにしてください、うん、まあ、冠水している場所を歩くことはほぼないとは思うんですけども、はい、その際にもね、あの傘を杖側にするとかあと長靴はね、そこに水が入ってしまうとかえって歩きにくくなるんで、はい、履き慣れたスニーカーなどということもどうぞお考えください